ブレーキが硬くてかからない、こんなご相談を受けたことありませんか？皆さんこんにちは、松永製作所です。本日は延長ブレーキについてご紹介させていただきます。車椅子に乗る方が力が弱かったり、車椅子のタイヤがノーパンクタイヤでブレーキが硬かったり、このような時に駐車ブレーキがかからない、困ったなというご相談を受けたことはありませんか？もしも駐車ブレーキをかけずに車椅子に乗り降りする場面がありましたら、転倒事故につながってしまい大変危険です。そこで松永製作所では延長ブレーキ、こちらをご案内させていただいております。では実際に取り付け作業をしてみましょう。車椅子の駐車ブレーキの先端の握りゴムを取り外します。握りゴムをねじりながら上方向に引き上げて取り外します。ブレーキ棒の先端にはネジ山が切ってあります。延長棒を差し込んでしっかりとねじ込んでいただき、取り付け作業は完了です。では実際に確認してみましょう。あ、とても軽くて扱いやすいですし、位置が高くなったことによってかけやすくなりました。延長ブレーキをつけることによって、肩麻痺の方が麻痺側のブレーキをかける際もとてもおすすめしやすい部品かと思います。いかがでしたでしょうか？延長ブレーキを使うことによって力の弱い方や肩麻痺の方、皆様が確実にブレーキをかけれるようになる、そして安全に車椅子を使っていただく、このようにご活用いただければと思います。松永製作所では常に新しい情報を発信してまいりますので、お見逃しのないようチャンネル登録していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。